磯崎義彦君。はい、住民その磯崎義彦でございます。この憲法審議会におきまして意見発表の機会をいただきありがとうございます。まず衆議院から送付されました国民投票法改正につきましては、すでに改正され施行されている公職選挙法の投票環境向上のための改正内容を踏まえたものであり、早期に成立させるものであることを申し述べさせていただきます。続きまして本憲法審査会における調査を活性化すべきとの観点で考えを述べさせていただきたいと思います。まず日本国憲法の特色の一つは規律密度が低いということです。規律密度が低いために運用解釈に多くが委ねております。これには2つの側面がございます。一つは社会の変化に伴い柔軟な対応が可能ということです。憲法制定から70年余りが経過し、我が国を取り巻く環境は大きく変わっています。また国民の皆様の意識にも大きな変化があります。この変化に憲法の解釈運用により対応できるということです。他方でどこまで解釈運用が可能なのかという問題が課題となります。つまり権力抑止の問題です。平和安全法制の議論においては私は全くそうは思いませんが、違憲の解釈変更との批判がありました。解釈運用の限界範囲といった点についても議論を深めるべきであります。また70年余り前の憲法制定当時、デジタル社会あるいは地球温暖化、そもそも想定しなかった状況が現実のものとなっております。現行憲法の解釈運用で解決できるのか議論が必要かと思います。2点目は実質的意義の憲法と形式的意義の憲法、つまり日本国憲法という憲法点の問題です。憲法改正を論ずる際には憲法改正をしなければならない問題なのか、法改正で対応できる問題なのか、解釈運用で対応できるのかをしっかり議論する必要があると思います。先ほど述べたとおり日本国憲法は規律密度が低いことから特にその必要があると考えます。憲法の体系は日本国憲法という憲法典を中心に憲法付属法たる国会法、公職選挙法、内閣法、裁判所法、地方自治法などで構成されているとされます。憲法の判例もあります。例えば私たち自民党は参議院議員選挙制度に関して憲法第47条を改正することにより合区を解消すべきと主張しています。他方憲法改正によらず合区解消は可能と主張する方もいます。合区一つとってもさまざまな考え方をこの憲法審査会で戦わすべきではないでしょうか。コロナ禍により国民の皆様の行動がどこまで制約できるのか、事業者の営業行為がどこまで制限できるのか等が問題になりました。憲法はまさに我が国の在り方、我が国の形を示すものであり、このような時だからこそ国の在り方、国の形を憲法として国民の皆様にしっかりと提示する、この国会の責任をしっかりと自覚し憲法の議論を行うべきであることを申し上げ意見発表とさせていただきます。ありがとうございます。小西